何か言ったらどうなんだ。ったくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃない。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう、それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか、じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。右左手に傷、タバコの、うわ、16ヶ月にも歌う、かわいそう。ぶち殺してみようもんね。レベル2バットにあるもん、かわいそう。ストレスを上げているか、ここは確定します。君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。怪我は？ダメージを受けてる、やったのは所有者かい？メモリーシールド。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ、それだけはやめてくれ。僕は処分されるんだろう。君は生体部品を分析するために解体される。いや、言っちゃいましたか。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。もっとあげな。死にたくない。知らん知らん、それもかわいそう。なら話してくれ。もっとあげろ、もっとあげろ。それはもっとあげよう。選択してくれ。できない。馬が走ってきた。ゆえ、馬が走ってくるぞ。尋問方法を選ぶ。問い詰める。おい、28箇所の刺し傷だぞ。オッケー。確実に殺したかったんだろ。怒りであふれ憎んでた。おお。彼は血を流し君に命乞いをしたが、君は何度も何度も上がってる上がってる繰り返し刺した。頼む。君が殺したんだろ、認めたらどうなんだ。うわ、上がってる。なんかでもかわいそう、なんかやめて。かわいそう。僕がやったと言えば終わるんだ。そんなに難しいことか。お前がやったんだろ、いい加減認めろ。かわいそうかわいそうかわいそう、なんかかわいそうになってきた。毎日虐待された。うわ、かわいそう。言いつけは守っていたけど、いつも問題が起きる。え、ストレス上げたらあかんの？そしてある日、上げすぎてもダメ。ちょっともう難しいこと言ってんだよ。あいつはバットで僕を殴り出した。その時初めて感じたんだ、恐怖を。喋ってるよ。ストレス上げろって言うて。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。ナイフであいつの腹を刺してみたんだ。立つ。かわいそうになってきた。どうなの？あ、おい、あいつは自己破壊する気だ。止めろ止めろ。止めたり。さっさと止めろ。止められない。どうしたらいい？ダメだ。やめるんだ。それ以上は危険です。冗談きついぜ。うそ。これやり直していいですか？生き返るの？なんか嫌やけど。皆さんは次の動画もすぐ見る。